じゃあ、そうすると今は、父さんは SN222、それからロードスター2、バイクは2台という4台体制ですね。そうですね。ああ、こっちは何なんですか？こっちは SR の500です。500ですか。ええ。ああ、ヤマハの、それもよかったら見せていただけますあ、あ、いいです。か？こっちもね ちょっとマフラーは変えちゃってあるけど、ああ。それでもね、距離がまたね、95キロなんです95キロ。それはもうコレクションっていうことですね、もで、そうなんで、なんかもともと、う。ああ、これ、中期型っていうか、あそうれでですすね。ね。で、スポークホイールになったタイプですね。そうですね。真ん中のタイプですね。で、フロントがディスクの最終型になはりますはね。はは、はいはい。ええ。その後ドラムになっちゃいますもんそうね。ですね。ええ。まあ、ドラムに戻したっていうんで、まあ、非常になんか、すごい、166キロ。166キロでそうですす。ね。うち来た時は95キロしかしてああ、じゃちょっと乗ったわけですね。そうですね。これもこの辺にあったんですか？これも、南アルプス市のバイク屋さんが買ったんですよ。南アルプス市。で、そこのバイク屋さんがまた、はい。こういう、なんかもう、どっから探してきたのっていうようなバイク、得意にしてるバイク屋さんで。南アルプス市の、なんか、構成とか、なんとかっていうところじゃないですか。なんだっけな。普通の、なんか、コンビニみたいなところじゃないですか。あ、そうです、そうです、そうです。あ、知ってます。あ、知ってます？コンビニみたいなところにいっぱいバイクが入っていそうです、て、そうです。私、あそこ車止めて見たことあります。あそこにあったんですか。そうですよ。あそこにあって、で、最初にこっち買ったんですよ。で、最初に、そうなんです。最初そのに。時は RZ を探してて、で、そこでこの SPCO があって、で、距離聞いたら4000キロとかって言われて、新車じゃんと思って。そういうのがあるんですね。そうなんですよ。あそこってそういう感じのバイクが多いんですか？そうですね。これマフラー、マフラーそうか、ちょっと違うな。見た目は、見た目は一緒ですよノーマルっね。ぽく、ノーマルっぽいですよつね。けてはあるんですけど、ああ。一応まあ、ノーマルはあそこに、あるあると。はあるんですけどね。はあ。SR もこのノーマルってのも珍しいですね。そうですね。で、これもやっぱりその前のオーナーさんはやっぱそのコレクションみたいな形で持ってああ、たもうら乗しらくないで。て、はいはい。それをなんか買い取ってきたみたいな感じなんらしかいですよ。この辺のネジとかなんかもう新車みたいですそうね。なんですよ。ねえ、これ。な、怖いくらいだな、これ。こうネジ見てるとネジが怖いですね。あ、この辺も。はあ。SR500 っていうのが渋いですね。そうなんですね。やっぱ400と500だと、やっぱね、その全然やっぱ 100cc の違いってあるんですよね。乗ってみると全然違うんで。これはヤマハの博物館ですね、こりゃ。当時ね、ヤマハもこんないいバイク作りましたそうね。ですね。なかなかできないような。私、この頃ヤマハの岩田の工場に見学に行ったことあるんですけど、みんなこう女性が作ってましたね。あ、そうですか。非常に丁寧で、締め方とかも、ネジの締め方、どこ見ても、非常に丁寧でしたね。コウさん、いろいろ今お持ちなんですが、今後まだ欲しいなっていうのはあるんですか？あると思いますけど。実はですね、買っちゃった。買っちゃったんですよ。多分来週あたり納車おされきるまと思うんす？ですけど、その時また来ますわ。今度は何ですか？今度ですね、これまあバイクなんですけど、VMAX の1200を。ああ、元に戻って。そうなんですよ。で、私、限定解除したその理由の一つが、VMAX にどうしても乗りたいっていうのがあって、で、25の時に限定解除したんですけど、で、あ、そうですそか。の VMAX、その時、
まあ、最初は VMAX じゃなくて限定解除した時は FZX の7半ってやつを乗ったんですけど、 FZX ね、あれ良かったですね、かあの角角角角目で、そうですね、乗りやすかったで す, そうです、エンジンもとても良かったですね、あれ私もあれも乗りました。であれをしばらく乗って、でその後逆輸入のカナダ仕様 の, あの89年モデルだったかなの VMAX と1200を新車で買って、それ、それやっぱ12、3年くらい乗ったんですか、ね、ああ、私もね、VMAX の新車ずっと乗ってました。ただ、途中から重くなってですね、もう峠とか怖くなってきて、これはもうダメだなと思いましたね。でも、どうしても VMAX 乗りたくて限定解除したっていうのもあって、でも、まあ、私ももう年も年なんで、もう大きいバイクはもうこれがもう最後だろうと思って、で、ちょっといいやつを探して。あ、そうですか。車はどうですか。車はもうね、そろそろ。さすがにもうちょっとね。そろそろ。これ以上は。家族にも、家族とストレスになっちゃうんですね。ああ。いやいや。まあ、じゃあまた VMAX になりましたら、またじゃあ、お伺いいたします。どうもありがとうございました。という。